東京都に存在する世界で一番高い塔、東京スカイツリー塔の起源であるサンチーのストゥーパ塔は設置面積に比較して著しく高い構造物のことである。日本語の塔はもともと仏教の構造物である仏塔を意味していたが現代では様々な比較的高い構造物に対しても使用されており厳密な定義が存在するわけではない。日本語の塔の語源は サンスクリットのに求められる。この語は古代インドにおいて、ゅう型に盛り上げた土の塚のことをも指すようになっていたが、仏教には、今日でいうところの、外葉の意味で取り入れられた。ストピは、中国で、土葉と音社管約され、やがて、が脱落して、土葉に変化したと考えられている。ただし、ト葉は、サンスクリットストピのパーリー語形であるツーパが、 音社簡約されたものとの説もある。塔は、そのいずれかの形から、さらに省略され、一文字で表されるようになったもので、ある。日本では古神塔における神奈美や岩倉信仰が、石塚信仰となり、仏塔と結びつき供養塔となった。墓の場合もあるが、記念や祈願として、そこに宿る命が荒ぶる神にならぬように、慰霊や鎮魂として祀ったものであり、五十塔などを、 模したものも多いが、ただの石板の場合もある。また祀られるものも、食料として捕獲した魚やクジラであったり、包丁や人形などの器物のものもあり、神羅万象に命が宿るとする神道の観念に基づくものとなっている。日本における、塔は、江戸時代までは、仏教時の構造物のみを指す言葉として使用されていた。したがって、江戸時代前後の構想建造物、 例えば、吉野ヶ里遺跡で再現される古代の櫓や中世の城郭建築に見られる天守を一般に塔と呼ぶことはないが、形式では塔のように建てられたものを相当型ということがある。しかし、明治以降に入ってきた西洋建築物の構成していた構造物のタワーの大役語として塔が使われるようになる。電波送信の高いアンテナや、 送電のための構造物も、塔の字が当てられるようになった。従って、現在の塔の用法に厳密な定義が存在するわけではない。なお、塔の助数詞は元であるが、これも仏等由来と考えられる。また、助数詞として、そうなども使われることがある。英語タワーは、ドイツ語のトゥームやフランス語のツアー、イタリア語、トーレなどと同様。 ラテン語タームクリス大宮殿、城塞に由来する。それは、さらに古く、古代ギリシア人が、エトルリア人を指して呼ぶところのウプシロンドオロー、ニューイオタイオタ、ターノは、ー、ティリニアンズ、テュレニア人という言葉に起源を見ることができる。また、漢字の、等と同様に、サンスクリット語のストピとの関連性が指摘されることも、あるが、定かではない。 ショガーザンビール遺跡のジックラとエドフ神殿ロパイロン、古来から人類は高いものへの同型や異形の念を抱いてきた。古代から中世にかけての登場構造物には、メソポタミアのジックラとや古代エジプトのピラミッドやオベリスク、さらに中世の境界堂の手楼などがあるが、これらはいずれも石やレンガを海上に積み上げた海上構造である。当の歴史は、 監視塔や宗教塔から始まったと言われている。確認できる世界最古の塔は、視界の北方約9キロメートルに位置する古代都市、イエリコにあった監視塔である。イエリコは、紀元前8000年頃の世界最古の集落とされており、約4ヘクタールの面積に人口約2000人が生活していたとされている。イエリコは、年間を通じて温暖で豊富な湧水から、 食料資源も豊かであったため、周辺の平原や山岳地帯に暮らす未開民族の標的にされていた。そのためイエリコでは住居群の周囲を石造りの防御壁で囲み、防御壁の内側には監視塔が建てられていた。集落跡には現在でも直径10メートルほどの円筒が9メートルの高さまで残存しているが、この監視塔が どのくらいの高さであったかは分かっていないものの明らかに監視目的で建てられたものであった。イエリコの防御壁や監視塔はシュメール文明のジックラトに引き継がれた。この地は年間降水量が少なく農業用水をチグリス川とユーフラテス川に依存していたが増水の時期や水量が不規則で常に氾濫の危険にさらされていた。また地形も開放的であったため 周辺の山岳民族や遊牧民族に侵入される危険性も高かった。このような環境から周辺環境の変化を把握するための大型の監視塔が作られた。初期のシュメールのジックラとは洪水を見張るための監視塔として建設されたが、後に史上最古の宗教塔へと変容した。紀元前4000年から3400年頃になると、 シュメール文明では労働の文化や階層の文化が生じ、レンガの大神殿が築かれるようになった。シュメールの各都市国家では、それぞれの守護神のもとに神権政治が行われていたが、主神殿は次第に高い位置に建立された。人工的な丘に設けた僧上の基壇上に神殿が設けられ、このような丘は人工の聖なる丘、ジックラトと呼ばれるようになった。 高等建築の原型の一つとして、著名なものに、紀元前2100年頃の、ウルの第三王朝のジグラットがある。ウルの第三王朝のジグラットは三層の基段からなり、最上層に月の神な,んなるの拝殿が建てられていた。各層の表面は、小生レンガ、内部は土と日干しレンガで築かれ、テラスには樹木が植栽されていた。さらに、 紀元前562年にはシンバベロニア王国のネブカドネザル王がジグラットを再建したが、その演元はウルのジグラットにあると言われている。旧約聖書の創世記には町と塔を建てて、その頂を天に届かせようとする野望の実現と、それに対して主の与えた罰の偶和であるバベルの塔が登場する。この バベルの塔のモデルは、ネブカドネザル王のジグラットであるとする説がある。古代エジプトでは、神殿の門が二つの塔に挟まれた形をとっていた。この形式をパイロンと呼ぶが、現在でもルクソール神殿やエドフ神殿など、主な神殿遺跡でそれらを確認することができる。また、古代ギリシア人が、オベリスクと呼び、後世、ヨーロッパ社会で、モーニュメントとして転用されることともなる。 四角おもりの記念塔が神殿の入り口などに設置された。これは太陽神信仰と関係し、聖なる石、弁々が発展したものとも考えられている。風の塔古代、ギリシアやヘレニズム期の地中海地方では、灯台や見張り塔を除いてあまり塔は作られなかった。世界の七不思議にも数えられるアレクサンドリアの大灯台が建てられたのはこの時代である。 東大の全高は約134メートル。大林石造りであった。この塔は1650年余りの長きを地中海に臨む一大建築物であったが、14世紀に2度の地震にあって崩壊したのを機に、要塞建設の資材に転用される形で消滅した。また、紀元前1世紀には、ローマの影響下にあったアテナイに、 時計塔としても使われた風の塔が建設されていることからもわかるように、決して塔建築がなかったわけではない。アウレリアヌス城壁、ヘラクレスの塔古代ローマがイタリア中部で建国され、ローマ人はイタリア南部のサムニウム人、シチリアのギリシア人、イタリア中部のエトルリア人、イタリア北部のガリア人などの土地を併合資料土を拡大していった。その過程データ、 エトルリアやキリシアの高度な建築技術も取り入れて、古代ローマの建築技術は発展していった。また、第二次ポエニ戦争では、ローマの領土部落までカルタゴ軍に蹂躙され、内乱の一世紀には内戦で国土が荒廃した。この時期、都市は自己防衛のため城壁で囲まれた城郭都市となるところもあった。また、ローマ軍団も、その駐屯地を防類で囲っていた。 城壁や、防類の角や出入り口には、一時的であれば、櫓が、高級的な使用を見込めるものであれば等が配置された。この時期の首都ローマは、全周1 1キロメートルのセルウィウス城壁により、守られていた。また、戦場では、移動式の木製工場等が使われることもあった。古代ローマの前世紀になると、もはや侵入できる外敵が存在しなくなり、 都市機能の拡大に合わせて、城壁を拡大していく必要がなくなった。ローマ帝国の防衛は、国境線に築かれた防壁リメス並びに軍団及び、補給物資を迅速に投射できる、ローマ街道等の輸送路の維持によって行われていた。しかしながら、ローマ帝国が衰退する4世紀頃以降、ゲルマン人の侵入に対抗するため都市に城壁を築いて防衛する。 必要性が生じた。ローマ帝国最盛期には城壁を持たなかった首都ローマも低間隔で監視塔を組み込んだ全周約1 9トル高さ8ル厚さ3 5ルのローマンコンクリートで作られたアウレリアヌス城壁で防御されることになった。このようにローマ人が塔を築くのは一重に軍事上の目的からであり国家の拡大期にまた 常に民族との衝突が予想される国境地帯では盛んに建設されている。セイントシールボン・ディ・アンジュー城の木造キープトリム城のキープ西ローマ帝国の消滅後、古代ローマの建築技術は急速に失われ、土塁イ並びに木造の塔や柵が再び主流をなす時代が訪れた。中世初期、ローマに代わり地中海の支配権を主中にした。 サラセン人の襲来を監視するための見張り塔が地中海沿岸に盛んに建てられるようになった。10世紀、産保式農業などの農業技術革命による生産力の上昇に伴い人口の増大と富の蓄積が始まると、それらを守るための施設を作り維持する社会的余裕も生まれた。またカロリング町、フランク王国が衰退、分裂して中央の支配力が緩み出し、 ノルマン人やマジャール人の侵入が激しくなると、各地の領主は半ば自立して、領地や巨漢の防備を強化し始めた。当初は、館と付属施設の周りに直径50メートルほどの塀を作り、堀を掘る程度だったが、10世紀の終わり頃から城と呼べる建築物を作るようになった。これらの多くは、木造の簡易なもので、代表的な形態が、 モットベイリー型の城である。平地や丘陵地域の周辺の土を掘り出して、堀を形成し、その土で小山と下を盛り上げた。小山は粘土で固めてその頂上に木造、または石造の塔を作った。11世紀には、天守や外壁が、石造りの城が建築されるようになる。石造りの城壁には四角い塔が取り付けられ、壁を守る形になった。 12世紀の十字軍の時代には、中東におけるビザンティン、アラブの技術を取り入れ、追記技術に革新的変化が見られた。集中式城閣と呼ばれる城は、モットの頂上に置かれた石造りの脳型体の天守塔が、同心円状に配置された二重、またはそれ以上の城壁で守られていた。内側に行くほど、壁を高くして、外壁を破られても内側の防御が有利になるよう、 工夫されている場合もあった。12世紀後半には十字軍が中東から学んだカタパルトが使われるようになる。投石機は5 0ラムの石を2 0 0ル余り飛ばすことができるものもあり、14世紀末に大砲にその役が取って変わられるまで城攻めの中心的兵器であった。この投石機より飛来する石段の衝撃を一思、吸収するため、 脳型体の塔は多角形を経て、円筒型になり、また壁の厚みも増していった。クラックでシュバリエ城の側棒、塔12世紀後半になり、塔や城壁に城壁を設けて、クロス棒を用いて、反撃を行うようになった。城壁には、壁面から突出する半円形の塔を廃し、そこに、城壁や銃眼を設けることで城壁に取り付く、敵兵に左右からいかけることが可能となった。 こうして、城の軍事的機能の中心は、天守塔から、側棒等を排した城壁に移行していった。ついには、城とは強固な城門と、側棒等を排した城壁そのものとなり、城壁に内設する形で居住スペースなどの建物が、配置された。この様式の城のことを、カーテンウォール式城郭と呼ぶ。ここに至り天守塔の軍事的意味は消滅し、強固な城門である。 ゲートハウスがその役目を担うことになった。このほか中世には、橋の防衛のための京都を、城門を一体化したゲートタワー、居住空間を包含した小型の白タワーハウスなども建てられた。また、防衛用の塔の中には、牢獄として使われた牢獄塔や弾薬を保管する火薬塔として使われるものもあった。14世紀頃に、 中国から伝わった黒色火薬の製造技術が大砲の製造を可能にした。15世紀中頃からは航路技術の普及で中鉄を用いた中型、小型の大砲が大量生産されるようになる。15世紀の砲弾には作薬や新艦はなかったが、初速が大きく水平に近い軌道で飛ぶ砲弾の破壊力は大きかった。高い建造物は 大砲の標的となったため城壁は高さよりも厚さを重視するようになり、さらに地下に掘り下げて建設され、地上からはその姿を見出せないような要塞型の城となっていく。防衛施設としての塔は意味をなさなくなり、以後は国境からはるかに離れた安全な地に防衛機能より居住性や壮大さや豪華さを重視した王皇貴族の居城の一部として、 党建築が存続していくことになった。サンセルナ南教会古代老マ時代から中世初期において軍事的性格が中心であった塔は中世に入るとキリスト教と結びつき教会建築においても重要な役割を担うようになった。祈りの時刻など教会が信者に情報を伝達するための手段であった金を設置するための商統が出現した。 サンタポリナーレインクラッセ制度ビザンティン建築での塔の一例プレロマネスクトプレロマネスク期に入って教会建築の基本が出来上がったが西側への構造もこの頃に出現した教会の入り口は西側を向いているが西側とは教会の入り口を突出させた形式でありここに塔を配置するものが現れた周囲の建造物から独立した塔もあったがこの形式はイタリアで 数多く建築された。ビサンティン建築の教会の形式をよく残すイタリアは、ラベンナのサンタポリナーレインクラッセ制度の衝動は、高さ37.5メートルで10世紀末に、追加された。ジョットのシュローボルムス、大聖堂ロマネスクロマネスク様式の独立衝動として代表的なものとして、ピサの斜塔がある。ゴシック様式であるが、 フィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂にあるジョットの首労も独立した塔である。建物を十字に交差させ、その交点上に塔を持つ形式のものも登場している。代表的なものとしては、フランスのトゥールーズにあるサンセル南教会やベルギーのトゥールネ大聖堂などである。ドイツのボルムス大聖堂は、交差部分に八角塔が、東西には四つの円塔が立つ。 ドイツのロマネスク建築の一つの到達点とされる。ゴシックシャルトル大聖堂右側が1140年から立つ核水塔、左が16世紀に建てられた後期ゴシックの塔。ゴシック期にはさらに塔に注力が注がれ、境界建築として多数の塔がヨーロッパ各地に建設された。特に西側に二つの相塔を持つ形式が目立つようになる。 塔は上昇性を強調するような工夫が施された。塔の開口部分は縦長になり、塔の上部を絞り込んだ戦闘が備え付けられるようになった。ゴシック様式は、その装飾がキリスト教を視覚的に要約したものとも言えるが、塔は天井への架け橋のイメージと衝動としての機能を合わせ持った。またこの時期、ヨーロッパ各地で教会の塔の高さを競う争いも生じた。 相当の顕著な例としては、フランスでは、ノートルダム大聖堂、アミアン大聖堂、ラン大聖堂、ランス大聖堂、シャルトル大聖堂などがある。シャルトル大聖堂のファサードの右側が1140年から、立つロマネスク様式の角水塔、左が16世紀に建てられたゴシックの塔が、建てられた。ストラスブール大聖堂のファサードは、担当ながら高さ142メートル。 赤色の砂岩で作られており、独特の印象を与えている。ドイツのゴシック機の境界塔としては、ケルン大聖堂やウルム大聖堂などが著名である。ケルン大聖堂は相当形式でその高さは157メートルに達した。さらに、ウルム大聖堂の西側前の塔は161メートルで、ゴシック機で最も高い。また、ミラノ大聖堂の場合、高い塔は存在しないものの、 135基のピナクルが設けられた。一方フランスでは巨大化するゴシック様式の建築に反発するかのように霊余南式と呼ばれる小規模な聖堂も出現した。パリのアルビ大聖堂はその一例であるが、ここでも高い塔が確認できる。キリスト教における宗教建築としての塔とは別に世俗的な塔の建設も目立った。 サンジミニアーノ12世紀から14世紀にかけて建設が競われた。クラックでシュバリエ12から13世紀初頭、十字軍によって築かれた城、現シリア。イタリアのサンジミニアーノは丘の上にある塔の町である。貴族が強硬派と皇帝派に分かれて競い合い、互いに権力を誇示するため、次々に塔を建設していった。 最盛期にはその数72という乱立ぶりであったと伝えられる。やがて町そのものの勢いが衰え、塔は数を大きく減らしたが、それでもなお多くが後世に残された。この塔の立ち並ぶ景観は、サンジミニアの歴史地区として世界遺産に登録されている。当地の場合、軍事目的や宗教的意義をもって塔が築かれていたわけではない。世俗的なシンボルとして、 塔の建設競争が繰り広げられたという点で他にはない独自性を持っている。ベルギーのフランデレン地域とワロン地域では自治権を獲得した都市が町の広場の中心に教会とは独立して小塔を建設していった。ベルギーとフランスの主老軍として世界遺産にも登録されている。他方軍事目的をもって築かれた城塞にも特徴的な塔が作られた。 十字軍が建設したクラックでシュバリエをはじめ、フランスのガイアール城やクシー城なども代表的なものとして挙げられる。セントポール大聖堂ルネッサンス時代のイタリアの建築家はハンゴシックを鮮明に打ち出した。塔よりも安定感のあるドームを重視している。小塔の設置はあったが、あまり高さに注力しなくなった。しかし、バロック様式では再び塔が見直され、 教会のファサードに2つの塔が配置されたものが流行した。この相当形式の境界建築はバロック期にヨーロッパ全域に広がりを見せたほか、スペインが植民地化したラテンアメリカの各地にも数多く建設された。バロック様式の塔としては、スペインのサンティアゴでコンポステーラの大聖堂、イギリスはロンドンのセントポール大聖堂など多数の例を見ることができる。 言語学的知見からすでに紐解いたように、当場、すなわち何かを積み上げることと、そのようにして作られた土の塚が東洋の塔の文化的起源の主体である。つまり、塔は元来、森土による塚のことであった。もっとも古代インドにおける万獣型に盛り上げた土塚塔場の民族学的起源などについては、未だつまびらかにされていない。この修復は、 初期仏教にも入れられ、釈迦や聖者に、縁の品、遺体の一部といった、いわゆる聖なる、記念品や遺品、遺物を土中に埋め、盛り土をした上で、日干しレンガで周りを囲う建造物として始まっている。釈迦の存命中、すでにそのような形のストゥーパが作られていたことが、重症率の56巻に記されている。造営したのは、長者姿で、釈迦が諸国を誘養する間、 供養する機会を失う我が身を嘆き、せめて身近に縁のものを置かせて欲しいと願い出て、爪と紙を授かり、これらをストーパに収め、爪等、紙等として崇めたと伝えられる。また、釈迦が入滅した後、遺骨の所有をめぐって有力者間で争いが起こったが、バラモン僧、ドローナの仲介によって、武力衝突は避けられ、遺骨は八つに分けて、それぞれが供養することとなった。 地産した、モーリアの一族には遺界が譲られ、分配者、ドローナには分配に用いた瓶が与えられた。このようにして、銃のストゥーパが、歴史的に間違いないとされる、最初の、普通車離島として各地に建てられることとなった。チベット、ラサの仏塔中国での仏塔の根流は、三国時代に始まる。ここでは中国古来の老格建築の影響を受けて、 インドのストゥーパとは大きく異なる重層の高層建築物として発展していった。しかしこの文化圏、中国とその強い影響下にあった東、アジア文化圏では、造形面での大きな変容とは、対照的に異物を収める器としての仏塔の位置づけは踏襲されており、それも特色の一つである。法隆寺の五重塔を現存する木造塔として、 日本最古丹山神社の十三十とすでに述べたように、唐の字は、もともとは仏寺にあるものを指す言葉であった。さらに、日本最初の本格的な仏教寺と推定されている、アスカデラのガランは、唐を中心とし、その東、北、西に近道が配置されていた。しかし、時代が下るにつれて唐は、ガランの前面に置かれるようになっていった。 木造仏塔木造塔の建築様式としては大きく分けて多重塔と多方塔に分けられる。多重塔多重塔は三重塔や五重塔に代表されるもので平面上から見て四方形の空間を何層にも重ねたものである。日本の多重塔の源流は中国の老角であると考えられている。塔の中心には新柱が置かれその周囲に柱を配置している。上部には 草林と呼ばれる銅、または、鉄でできた小銅が取り付けられた。塔を支える新柱は、法隆寺の五十塔では、地中2メートルほどに礎石を置き、その上に立っている。平安時代に入ると、礎石を地表に置いて、その上に新柱を乗せるようになった。さらに、鎌倉時代以降は、新柱を最上層から第二層で止めるようにした、ものが目立つ。 京都の海中山寺の五重塔がこの景色の現存する最古のものである。江戸時代の関永寺や日光島将宮の五重塔は新柱を上から吊り下げる構造をとっている。これは木材の乾燥に起因した新柱の収縮と他の柱の収縮の差による歪みの発生を抑えるためと考えられている。五十頭より多層で特に7以上になると木造は数が 比較的少ない。明楽寺の十三重塔が唯一現存する木造塔である。752年、奈良の東大寺に当時最大となる高さ320尺の七十棟が、東西2基が建設された。何度か消失し、その度に再建されたが、室町時代以降はついに再建されなかった。また、1392年には、 足利義満によって京の小国寺に七十頭が発願され、1399年に完成した。高さ360尺に及ぶ。この塔は、史上最も高かった日本様式の仏塔であるが、わずか4年後に落雷によって炎上。再建を目指した義満が急死した後、息子、足利義持が後を継いで再建。王仁の乱も乗り越えて1470年10月3日の、 火災によって消失するまでの数十年間、軽の塔を見下ろし続けた。なお、星小寺の八角九十塔は高さ八百四十尺と伝えられるものの、その信憑性は低いと言わざるを得ない。石山寺の多方塔多方塔多方塔は、本来、多方如来と釈迦如来の二つの仏像を安置した塔のことである。木像の他に、石像のものも存在する。通常、 一層目が方形で、二層目が円形をした二層形式のものが一般的であるが、その外観は一定していない。中国では三層式が多く、日本でも六角右等のものが存在していた。二層目の円形部分を支える柱を第一層にまで伸ばしたものを応答形式と呼び、多方等と区別する場合もある。空海が混流した高野山大等が最初と言われる。 石山寺の多宝塔は、鎌倉時代の1194年本流で、現存する木造多宝塔の中で最古のものである。根頃寺の多宝塔は高さ約36メートル。現存する日本最大規模の多宝塔であり、唯一現存の王塔形式でもある。石像仏東美水らの五輪塔五輪塔は、密教での古代、すなわち地、水、火、風、空を体現した塔である。 日本独自の仏塔で、母碑や供養碑としても広く使われている。無法塔は、塔の最上部を楕円型に作った塔のことであり、縫い目がないことからこの名前がついたと言われる。また、この形状から乱塔と呼ばれることもある。中国刀代の発祥で、日本に伝えられたのは鎌倉時代であったと考えられている。宝鏡陰塔は、ダラニと呼ばれた呪文を収めておくための塔であった。 後、墓碑や、供養碑などに使われるようにもなった。法隆寺の絵にも描かれているため、古くから日本に伝えられていたものと考えられる。平安時代には、木造の塔にダラニを収めることもあったようであるが、鎌倉時代には石造に変わった。大木塔は、南無明法蓮華経と刻まれた、鎮魂を目的とする供養塔である。東南アジア文化圏では、元来のストゥーパは、 ほぼ忠実に引き継がれ、中世時代の石像寺院の中核を成した。しかしその一方で造形面を見れば、比較的原型に近いものの本質的に全く違ったパゴダの様式も生み出された。これは異物を収める器ではなく、釈迦が住む家屋であり、信者が出入りする建築物に変化している。パゴダは英語では仏塔を指すごとして広く用いられている。 近現代の塔は、宗教塔や、記念塔を除いて実用的な目的を帯びるようになった。塔はその目的により、展望塔、監視塔、管制塔、広告塔、照明塔、通信塔、無線塔、テレビ塔、給水塔、吸気塔、排気塔、冷却塔、送電鉄塔、煙突など、特定の限定された機能を持つものが多くなった。しかし、 エッフェル塔のように塔の存在は象徴的な意味を持ったり、さらに象徴性が増幅された例が多く見られる。19世紀に入ると、イギリス発でゴシックリバイバル運動が起こり、そびえ立つ塔もまた見直される時代となった。とはいえ、従来のような象徴ではなく、近代的合理性の象徴とも呼ぶべき、時計塔がそれにとって変わり置かれるようになった。イギリス国会議事堂を向かって、 右がビッグベン、左がビクトリアタワーサグラダ、ファミリアアントニーガウディサクアインシュタイン等、エイリヒメンデルゾーン設計1836年に再建が始まったイギリス国会議事堂には高さ97メートルのビッグベンで知られる時計等及び110メートルの高さを持つビクトリアタワーが設置された。アメリカ合衆国では十九世紀から二十世紀にかけて各都市に ゴシック様式による教会が相次いで建築された。これらの教会には高い塔が併設された。カナダ国会議事堂火災の後に再建建設中のエッフェル塔ゴシックリバイバルをよく表現している例としてカナダのオタワにあるカナダ国会議事堂がある。この建物は一度火災によりべてを失ったがその後再建。中央にある塔の高さは約92メートルである。 アントニー・ガウディの代表作である、サグラダ・ファミリアは、当初、東に、西端の門、西、樹南の門、南に、栄光の門の3つのファサードにそれぞれ4つの戦闘、K12 の塔を持たせる計画であった。現在完成しているのは、西端の門で、塔の高さは92メートルである。近代の塔の出現は、産業革命による新しい製鉄法と、 新しい架橋技術がなければ訪れなかっただろうと言われている。近代になって建築に取り入れられるようになった素材、すなわち鉄、ガラスコンクリートは等にも新しいスタイルを与えた。土木分野の技術革新では橋の方が先行しており、架橋技術は18世紀末に中鉄アーチ橋が各地に建設されるようになるとライズの大きい礎石アーチの歴史は 終焉を迎えた。しかし、中鉄は脆く引っ張りに弱いためトラス橋の落橋事故が相次いで発生した。真の鉄橋の時代は、連鉄が生産されるようになってから本格化し、ベナイ釣り橋やブリタニア橋などの建設での鉄の材料試験や箱桁の模型実験などが行われた。さらに1851年の大英博覧会では、中鉄トラス構造物の クリスタルパレスが発表され、建築分野に本格的に鉄の時代が到来した。1860年にベッセマーが天炉法を発明すると、良質の鉱材が大量生産されるようになり、製鉄法や佳境技術の進歩とともに記念塔の構想が次々に発表されるようになった。エッフェル塔は鉄骨による300メートルの塔として、 フランスのパリ市内に建設された。この塔は第4回万国博覧会のモニュメントも兼ねて設計されたがパリの美観を損ねるとして建設当初は不評でありパリの芸術家から抗議がなされた。しかし時代を経るごとにパリのランドマークとして認知されるようになっていった。エイリヒ・メンデルゾーンの諸情作でドイツの表現主義の特徴を色濃く出したドイツのポツダムにある アインシュタイン塔がある。この塔は、文字通り相対性理論を、実測検証のための施設で、鉄筋コンクリート作りに見えるが構造は、レンガ作りである。ドイツのダルムシュタットに建てられたヨゼフ・マリア・オルブリッヒ、設計のルート・ビヒ対抗結婚記念塔も、長部に手をイメージした、丸い屋根を持つ得意な形状をしている。オーギュスト・ペレの作であるフランスのデュ・ランシーのノートルダム教会も、 鉄筋コンクリート製。コンクリート向け出しの塔が特徴的である。クライスラービルディング完成後に世界一を奪還するため36メートルの戦闘を追加した。20世紀初頭の塔の建築には技術的に注目される提案がある一方で、高等無形な計画案も見られた混乱の時期と言われている。19世紀末に発明されていたエレベーターは、 高層建築の居住性を大幅に改善した。1900年代に入って、ニューヨークでは、第一次世界大戦による後継期で、高層ビルの建築ラッシュが訪れた。その講師となったのは、キャスギルバート設計のウールワースビルである。先日したイタリアのサンジミニアーノと同様、ここでもまた、相次いで、世界一の高さを目指す競争が発生し、摩天楼が出現した。 クライスラービルディングは高さ283メートルでアメリカのアールデコ様式の完成型として評価された。しかし、ビル完成直後にウォールタワーに世界一の高さを奪われた。このため36メートルの戦闘を追加してその座を奪還した。世界恐慌の発生によりエンパイアステートビルディングの完成をもってマテンローの高さ競争は終止符が打たれた。 ソビエト連邦においてもまた高さへ強調を試みる権威的な建築様式が発生している。第二次世界大戦を前後して起こったソ連のゴシックリバイバルはスターリン様式とも呼ばれた。1930年代から計画されていたソビエト宮殿は高さ415メートルでエンパイアステートビルディングを抜いて世界一になることを目指していた。この宮殿を中心に 周囲にセブンシスターズと呼ばれる高層ビルを配置した都市設計が行われた。ソビエト宮殿の建築は見送られたが、周囲の高層ビルは予定通り建設された。これらのビルは高さを強調するように最上部に先頭が設けられた。モスクワ大学本館とホテルレニングラードが代表的である。20世紀には RC 構造のコンクリートの塔も実用化された。 第二次世界大戦後、1970年代に、ワールドトレードセンタービル、シアーズタワーなど、アメリカ以外でも、世界各国に超高層ビルの建築ラッシュとなった。1990年代以降は、東南アジアや中国などで超高層ビルの建築が、活発化している。ピサのシャトーフォントヒル修道院。塔は2回崩壊した。塔は、その高さのため、 外部要因による思わぬ副作用や倒壊などの危険性をはらむ。1173年に着工のピサの車頭は地盤の弱い場所に建てられたことに原因し、建設途中に早くも傾き始めていた。事態を受けて施行プランは変更を余儀なくされ、塔の高さは当初の予定の半分になってしまったものの、工事が中止されることはなかった。そうして1372年、 不当沈下の最も顕著な例として世界にも稀な形で落成を見た。フランスのボーベ大聖堂は高さ153メートルという塔の建設に挑戦した。しかし、完成して10年後に塔は自然崩壊している。また、イギリスにおけるゴシックリバイバル建築の先駆けであるウィリアム・バックフォード作のフォントヒル修道院は90メートルの高さを持つ塔が予定されていた。 しかし、工事中に、塔は崩落し、バックフォードは設計ミスを認めた。結局、規模を縮小して、完成を見たが、それも1825年に崩壊してしまい、再建されることはなかった。戦術したが、古代エジプトにあったアレクサンドリアの大東台は14世紀頃の地震により崩壊している。ただしこれは、千年余りの長きを耐えて、後のことであった。 一方、日本の五0島は地震で倒壊したという例をほとんど見ない。これは、島の各層が強固に結合していない、いわゆる重構造を取っているため、地震の揺れに強いものと考えられている。ニューヨーク、エンパイアステートビルディング1945年に軍用機が衝突したが、建物はそのまま使用されている。衝突の予防設備として、航空障害等の設置がある。 日本の場合、航空法で地上面から60メートル以上の建物には航空障害灯の設置が義務付けられており、さらに鉄塔のような骨組み構造の構造物に関しては点滅するランプ等による昼間障害標識の設置も必要となる。エンパイアステートビルディングは1945年7月28日にアメリカ空軍の中型爆撃機 B-25 が79階に、 衝突する事故が発生した。原因は、ノームによる視界不良であった。B-25 は、目的地のニューアーク空港に向かっている途中で、残りの燃料が少なかったこともあり、建物への被害が少なかった。エンパイアステートビルディングが完成したのは1930年であり、航空機の衝突は設計上全く想定されていなかった。この事故を教訓に、 高層建築物は航空機の衝突も想定した設計がなされるようになった。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件で2機のボーイング767がワールドトレードセンタービルの南東と北東に相次いで突入した。このビルは設計上航空機の衝突を考慮されていたため突入直後にはビルの倒壊はなかった。しかし、 およそ1時間の後に2頭とも倒壊した。塔が高くなると風による圧力も無視できない。また、強度上で風を克服しても、高層建築では強風によって長時間揺れ続けることが問題となった。これに対応するための精神装置の導入も行われている。例えば、横浜マ,マリンタワーの最上部には水槽が設置されている。これは、 液体ダンパーと呼ばれる装置であるが、水槽の中の水が建物の揺れに影響されて振動し、その水の振動が打ち消す形で建物の揺れを抑える方向に働くというものである。ありがとうございます。